手作りソーセージチョリソー風。材料、豚ひき肉 360g、 豚背脂 60g、 塩 8.5g、 ブラックペッパー 3g、 セージ 3g、 チリパウダー 3g、 チリペッパー 2.5g、 ガーリックパウダー 3g、 砂糖 13g、 氷水 70cc、 容長 2m。最初にスパイス類をすべて混ぜ合わせます。ひき肉にスパイス類をすべて入れて混ぜ合わせます。この時背脂も一緒に混ぜておきます。ひき肉にラップをかけて30分程度冷凍庫に保管しておきます。凍らせるのではなく、きっちり冷やすためです。今回使用した容長です。ぬるま湯につけて戻しておきます。完全に柔らかくなるまで30分程度かかります。ここからソーセージの生地作りです。冷凍庫で冷やしておいたひき肉をフードプロセッサーにかけます。断続的に回転したり止まったりするモードを使っています。途中氷水を追加して、さらにフードプロセッサーを回します。肉の温度が上がりすぎないようにするのがコツなんだそうです。10度以下に保つと良いそうです。ソーセージ生地の完成。肉に粘りが出ています。この状態をエマルジョン化連肉というそうです。ここまで7から8分かかりました。ソーセージ生地が完成したら、容長に詰めていきます。ソーセージ用の絞り袋とウインナー用10ミリの口金を使います。ぬるま湯で戻しておいた容長を口金にセットします。意外と破れないものではありますが、慎重に行います。ソーセージ生地を絞り袋に入れます。口金からソーセージ生地を少しだけ絞り出します。容長の端を空気が入らないように結びます。絞り袋を絞り、容長にソーセージ生地を充填していきます。右手で袋を絞り、左手で充填の量を調整します。目いっぱい詰めると破れやすくなりますので、8割程度にしておきます。充填し終わったら、容長の端を結び、余分な部分を切り取ります。
ソーセージの形成をします。まず長いソーセージを2本より真ん中をねじります。次にお好きな長さを決めたら2本まとめてねじります。片方のソーセージをねじってできた輪に通します。これでねじったところがほぐれなくなります。先ほどと同じように長さを決めて2本まとめてねじります。これを繰り返し、ソーセージを形成します。燻製用のフックを2本使ってソーセージを吊るします。この後、3時間程度冷蔵庫に吊るして表面を乾燥させました。場所を屋外に変えて燻製を始めます。燻製器はユニフレームフォールディングスモーカー600。ソーセージを吊るして扉と蓋を閉めて1時間の熱乾燥をします。この状態で電熱器を使って燻製器内の温度を60度に保ちます。1時間後、燻製を始めます。使用したスモークウッドは桜です。これ1本で1時間30分の燻煙ができます。バーナーでしっかり点火して燻製器にセットします。燻製器内の温度は60から70度をキープしました。燻製の途中ですが、燻製機内の様子を見てみました。スモークウッドからしっかり煙が出ていて順調にいぶされています。燻煙が終わる時間に合わせてお湯を沸かしておきます。70度から75度で燻製済みのソーセージを30分ボイルします。ソーセージが浮き上がってお湯から出るのを防ぐため、落とし蓋を使いました。ボイル終了。流水にさらして一気に冷まします。ひねったところをカットしたら完成です。フライパンで焼いてみました。十分辛い仕上がりですが、さらに激辛が良ければ、チリペッパーの量を増やします。